こんにちは、恥ずかしい男シリーズですか。まあシリーズにしなくてもいいんですけども、今回ね、そのいじめられっ子っていうタイトルなんですけども、以前ねこの、まあ、あるグループをまあ司って言ったらね偉そうなんですけども、まあ思い出話を語るっていうコーナーでね、何人かでディスカッションしたことがあったんですけども、その中である人がね、自分の小学校とか中学校の時代の話をしたんですよ。でその時に学校に行くたびに、まあ、ぶん殴られていたとか、物を取られたとかね、で汚い言葉を浴びせられたとか、とにかく意地悪をされたとかっていうことを延々と語っていたんですよね。でなんか小学校6年生の時はこんな目に遭いましたとか、中学1年生の時はトイレに閉じ込められて上から水かけられましたとかね、で中2の時はなんか金持ってこいとか脅されて、なんか金を持ってきたとかね、なことをずっと言ってたんですよ。でそれをシーンとなって聞いた人が、まあ、意見求められてね、それっていわゆるまあいじめられてたんですよねとか言って、あ、それ相当ひどいいじめですねとか、結構ね気を使ってくれたんですよね、大変でしたねみたいな感じで。だからその過去話をした本人が、いやこれがいじめだとは思わないんですよって言ってたんですよ。で話聞いてると、いやこのぐらいは男として育つ上でこのぐらいの障害は別にみんな持ってるんじゃないですかみたいなね、そのぐらいのことをいちいちいじめとか言うんじゃなくって、まあ、そうならない状態、強くなっていったりとか、まあ、コミュニケーションを鍛えていったりとか、うん、まあ、どういうふうに交わしていくかってことをね、考えていくと、結局社会にいた時ってもっと辛辣ないじめがあるって自分は思っていたんで、まあ、このぐらいのことでなんかくじけてらんないなとか、いちいちいじめだとか思ってらんないなみたいに思ってましたとか言って、なんか、ああ、なかなかなんかいい考え方だなというかね、これだから人がいじめられてる時にそんなのいじめの部類に入るかよって言ったらなんか問題になりそうですけども、いじめられた本人が、いやこのぐらいいじめじゃないですよみたいな、なんかカエルの面にしょんべんって言葉があるんですけども、結局ね、どんなひどい目に遭わされても本人が気にしてなかったり、このぐらいのことはどうってことないなと思ったらどうってことないんでしょうね。うん、では個人的に話していたら、昔ね、その戦時下で、なんですかね、中学生とかの時代にこうむちゃくちゃ先生が体罰をやったとかね、それこそなんか今では言えない拷問みたいなことをされて、それが普通だったみたいなことを見てきたら、まあ今はね、なんかそんなことをしないし、でまあ自分は学校に行ったら散々な目にあったけど、別に学校にそこまで意識を持ってなかったんで、ただ授業に出て休憩時間に小突かれて、でお弁当に砂入れられてちょっと悲しかったけど、まあ、別にそんなことを小さいことだと思ってたんであんまり気にしてないですよって。ただ振り返ると、なんかこうひどい目にはあってたなと思うけど、まあ、そんなに気にしてませんでしたとか言って、まあなんかたくましいなと。人によってはそれでね、もう学校に行くの嫌になっちゃったりとか、騒ぎを起こしたりとかね、ひどい時には精神的にちょっと参っちゃったりするんですけども、まあ、なかなか、まあ、根性があるというかね、なんかどこを見てどういうふうに思ってるのかってことは、まあ、人それぞれだなというところですよね。まあ、でもシンプルに見てこれはいじめられだろう、いじめだろうみたいな感じがするんですけどね。本人がそう思ってないっていうのはなかなかユニークなことですよね。このぐらいは成長過程にあることなんじゃないですかみたいなね。確かにそうなんだけどねと。いちいち別に昔俺いじめられてましたとかいうのもなんかね、ちょっとかっこ悪いじゃないですか。別にいじめられてないですよみたいなこと言ってましたけどね。いろいろ捉え方あるもんですね。Gracias.